パテが硬化したようです。こちらはきれいにする必要がないので適当にしておきます。さあ、今回のピアッツァの制作で一番大事なところ、ボンネットのせいでピアッツァの美しさが表現できていません。ほんの少しの曲線の違いなのですけれど、形を変えるときはなるべく粗いヤスリを使ってざっくりと削ります。一気に削らないと曲線が波打ったり中途半端な感じになってしまいがち。ボンネットの後端がわずかにクイッと上に跳ねる感じ。
エッジが立ちすぎているのは後で適度に落とします。奥のラインは直線的で、手前のラインは先端が下がっている感じなのがわかるでしょうか。グリルが奥まっているのか、フードがかぶさりすぎているのか。押しつぶすように混ぜます。気泡が入らないように。この筋彫りは太くて完成後に実写よりも目立つので、埋めて彫り直します。
パテが硬化したので削ります。細かい番手のヤスリを使うと凹凸がきれいにならせないため、はじめに240や400を使います。
ベビーパウダーと瞬間接着剤を混ぜると、パテのように薄く盛る作業ができます。ベビーパウダーの主原料はタルクです。接着感が良く、ポリパテよりも剥がれにくいです。パウダーを多くしすぎると脆くなるので注意。先端のエッジ部分のパテが崩れないようにします。
今回はここまでです。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。バイバイ。